してごめん。じゃあスーちゃん、洗濯物お願いね。はい。私が戻るまでいなくならないでね。はい。スー、ここで待ってます。はい、ご主人様。ここは平気だね。ここも変わらないね。保健室、元に戻ってないかな。戻ってないね。なんか今日は壊れてないみたいだね。うん、旧校舎も平気みたい。そう、毎日毎日壊れるわけないよね。なんか大丈夫っぽそう。ここもう治らないのかな。うん、もう美術部終わりかな。絵を描くことも忘れちゃうのかな。私、絵しかないから。
忘れたら何もなくなっちゃう。勉強しなかったからかな。お母さん、絵のことがあまり好きじゃなかったみたいだから、絵でなんか食べてけないって、そんな話ばっかりしてたもん。勉強したら元に戻るかな。昨日のうちバスケしとけばよかったね。初日にプール入っとけばよかったね。せっかく水着持ってきたのにおじゃんになっちゃった。工事っていつから始まるの？全部鳴らしちゃうの？そのままにしとけばいいのに。あんまり気持ちよくないね。なんだか不気味。けどここ苦手だな。一人でいたくない。幽霊いるのかな。私見えないもん。ここは全然平気だね。結局また一つ壊れちゃったね。明日も壊れちゃうのかな。なんで壊れちゃうんだろう。やっぱりはるかに来てほしいって思ったからかな。そっか、私頭悪いから。だって本当だもん。今日一日何してよ。だってじゃあ書く。似てる似てないは別にいいんだけど、なんか髪の毛が感じ出ない。Thank you.
何書いてるの？それ、私？ユイト、巨人になってるよ。パースぐちゃぐちゃ。このラインに収めなきゃ。うちの学校に来たら、はるかに絵を教えるんだ。もう約束してあるんだよ。うん、平気。受験中はしないって約束だもん。私、先生になるんだよ。いい先生になれると思う？ユイトよりは線はいいかもしれない。ご主人様、お風呂が沸きました。うん、入るけど。私、入る。あのね、そういうつもりじゃないの。だからさ、お風呂、一緒に入らない？だって、怖いんだもん。私だって恥ずかしいよ。キャッカ、水着着てお風呂入る。一緒に入ってくれる？ユイト、入るよ。こっち見ないでよ。だったんだけど、見つからなくなって。そのつもりだったんだけど。
加減だね。小さいから覚えてない。